ンス歴18年のなっちゃんがにじゅーちゃんのダンス解説していきます。うわー、最初はシルエットで見せる感じね。やしさ、なんかこの踊りもそうやし、ダンス、歌か、歌の感じも相まって感動的な感じよね、雰囲気が。うわー、リクちゃん始まりですね。リクちゃん始まりセンターって感じ。うわー、なんやこの表現、今までにないな。このライズアップはかっこいい系っていう感じでまた違った印象を見せてくれたけれど、今回なんかすごい真剣っていうか、なんだろう、大人っぽさとはまた違う、この心に訴えかけてくる感じの楽曲やね。うん、わー、リクちゃんの表情めちゃめちゃいいな。この瞬間すっごい凛々しい、すっごい凛々しいよ。うわー、いいね。うわー、うん、リクちゃんの肩の使い方めちゃめちゃいいわ。ここ何度もの時に多分肩を入れんねんけれども、その時の肩の入りみたい。リクちゃんこの瞬間の肩がめちゃめちゃ前に入ってるやろ。ほんでまた前に入ってくるっていう、いいね、リクちゃんダンス。うん、わあ、タンタンタン、ちょっと落ち着いてんねんけれども、結構体を大きく使う振り付け。うん、いやー、かっこいい、みんな。うわあ、ちゃんがもう全然雰囲気違うね。低いところ、低い声で落ち着いて見せる、みんなで目をつぶってる感じとかね。で、ここの入ってくる時に肩のこの体をインしてる感じが、ねじりがね、めちゃめちゃいいです。ちょっとセクシーな感じで見せてきてるね。うわー、いい顔、表情が良すぎる。なんかもう二十歳にもなりましたから、とても大人の魅力を開花されていらっしゃるね。うわ、誰だこれ、リマちゃんだ。リマちゃんのシルエットがめっちゃ綺麗。うわー、この体開いた時のこの腰のラインというか、体反ってるラインがめちゃめちゃ綺麗。腕も綺麗やし。うわー、すごい、何何この、下にグングンって入ってる感じの後ろの 4人の陣形。うわー、なんだこれ、ちょっと意味深というか、すごいメッセージ性の高い振り付けやね。つくばってもって言ってるからかな。うわー、このまゆかちゃんのこの綺麗なフェイスラインを見せる踊り方、これめっちゃ綺麗やわ。このポージングというか、このライン取りがめっちゃ綺麗、まゆかちゃん。ちゃんね、見た、今の顔めちゃめちゃいい顔するやん。うわー、いい顔。うん、お、斜めだ。これまやちゃんが歌ってんのかな、最初の。まやちゃんが歌って、他の8人は4-4で陣形を取ってる感じね。うん、あやかちゃん、あやかちゃん、かわいい。うわ、腕が綺麗わ、やかちゃん。やっぱり伸ばした時のね、腕の美しさ。うわー、後ろみんながこうやってつながっていってる、この陣形いいですよ。うわー、まやちゃんの腕を触るリオちゃん。いやー、なんかメンバーの絆を感じる振り付けですね。うわー、力強い、まやちゃん力強、こんなにも力強い子やったっけ。うわ、知らないのもの、この顔をね、左右に振る感じ、みんなめっちゃかっこいいわ。うん、みなちゃんサビですね。結構足を二王立ちに開く振り付けが多いから、体のシルエット的にもこのたくましい感じが、頼りがいがある感じが伝わってくるね。
うわー美しい美しい、ニナちゃん。うわー大亀がよう似合ってるわ。目をつむるこの感じね。うわー Going on going on に合わせてこう走るような振り付け、いいですね。歌詞に合った振り付けですね。ここの振り付けの徐々になんかこう上がっていく感じがいいな。パーン、えパーン。ここの手投げるところと頭回すところのね迫力が素晴らしい。いや眼差しがもうね、まだみんなの眼差しがもう本当にいろんなメッセージを込められた眼差しをされている。表現力の高さ。コンセプト多分初めてにじゅうちゃんたちで見てんけれども、なんかただ可愛いとかかっこいいとかっていう分かりやすいコンセプトじゃないんよね今回。それをちゃんと消化して表現できてるみんなのすごさだから感動する。うわー、いやニナちゃんいいな。下から上がってくる時のニナちゃん、肘から手を上げて顎を結構手の方に持っていってるから、こう仰いでる、天を仰いでる感じのニナちゃんとてもいいです。いやーミーヒちゃんのね表現力の高さね、この目線の送り方、この目ですよ、目に全てが宿ってるねミーヒちゃんは。あーほんで一つ一つのパートが結構長いね。なんか短いパートをみんなでバトンタッチしていくっていうよりも、一人が結構長く一つのパートを歌ってようやくバトンタッチする感じ。落ち着いてるね。うわー、なんか力強い、なんて言ったらいい、大人の魅力というかさ、心に決めた何かが伝わってくるね。うわまゆかさんのこの導入、この瞬間の表情の様子、半端な歌い出しの前からまゆかちゃんのターンは始まっている。うわーいい顔する。何みんな今までいろいろ頑張ってきて、もう芯のある心の芯のある人間に成長したんだろうねっていうのが伝わってくる楽曲やね。ほんでこの時の手のひら見て、こう指先プワーン沿ってめちゃめちゃ美しく見せてるまゆかさんの素晴らしさ。うわもう眼差しがマジで強いねみんな。こん時の目見て、なんかもういろんなものを物語ってるよ。うわ美しい。うわいやーよしーの時のウェーブのリマちゃんやばい。うわ腰めっちゃ反って頭めっちゃ倒してウェーブをめちゃめちゃね大きく入れてるんよね。綺麗。うわいやー何マヤさんのこの表情。あこの眉毛見て、この物憂げな表情させたらマジで天下一品よな。ほら見てこの表情やば。あやかちゃん、あやかちゃんのねこのね、なんだろうな、あやかちゃんまだやっぱりその美しさと可愛さとこのねなんかね少女が大人になる直前のこの儚さを持ってるよね。何なんだろうねあやかちゃんって。いやーいやー姉さん、うわーなんだこの表現、まやちゃんの強さと儚さが一緒になった表現やねまやちゃん。でも力強さある。この手を広げた時にちょっと左肩の方を高くしてずらしてるよね。このねズレがねめちゃめちゃいい感じになってる。うわーうわーまこさん、まこさん、まこさん、やっぱねなんかこの一人ズンとしたズドンとしたなんか重さを感じるね。リーダーとしての気概というか、うわーなんだ自信のある感じが伝わってくるわ。あ
ここの振り付けめっちゃいい。こう走ってるとこ。うわーいいね。ニナちゃん。うわーニナちゃん激しいね、思ったより。頭回すとこ。パーン。ちょ今めちゃめちゃ遠いから分かりにくいんだけど、もうニナちゃんはね頭回すときに完全に天は仰ぐぐらい顔を後ろに持っていってるんよね。これですごく迫力が出てるね。うわー力強いねって思ったら、この肩の当てドン、ここの当てがニナちゃんも力強いです。うわーうわー、まこさんの目線が半端なくいい。この上を見る強い眼差しね。でみんなで333になって同じ振り付けをこう踊っていく、ここのユニゾン感、みんなで同じ振り付けを踊る揃い、とてもいいですね。うわー、この引きの絵もいいな。動きとか顔をアップにして見せるっていうよりも引いてみんなの構造を見せる、このカット割りもいいですね。美しい。まこさんいろんなね肩の角度もねいろいろ入れていくよね。手上げるときに肩を前に持ってきたりとか、ほんで歩くときもこう肩をこうクッと入れたりとか、ただ同じことをやってんねんけれども、肩にこういろんな色をのせるからシンプルな振り付けも派手に見えてるね。うわー歩くだけやのにみんなめちゃめちゃかっこいいな。歩くだけやからこそかっこいいみたいな。なんかもう今のにじゅうちゃんたちには華やかな振り付けなんていらない。もう巣立ちでもそのオーラとかカリスマ性がもう背中から発散させられるぐらいの実力と経験値を持っている、そんな大人なにじゅうちゃんたちに成長したっていうのがすごい伝わってくる。うわーここここ歩いてくるとこやばい。うわーみーひちゃんのこの顔のね下目遣い、このコンセプトに合わせた顔の使い方してるね。はうわ見てこのミーヒちゃんめちゃめちゃかっこいいわ。手もねすごいブワッと開いてね体に触れながら顔をちょっと上げてるんよね。こう下目遣いの感じすごいです。うわいいですね。うわこれみんながミーヒちゃんを指してるこの構図、そして上から撮るカメラアングルが相まってとても最高です。かっこいいこれ。ほんで手を上に上げて逆の手で刺す。うわうわうわ美しいミーヒちゃん。この手を伸ばすときに肩からまた持ってくる華やかさ、切なさ、この手元を見るミーヒちゃんの切なさ、わあコーンというか一番盛り上がるパートはミーヒちゃんなんですね。あーうわベイビーヨーセーフの瞬間一番盛り上がるところで振り付けが結構抑えめですね。いやセーフ体を撫でる、この振り付けがいいね。うんはいやーやっぱリクちゃんさライズアップの時もそうやったけど、ちょっとパートがさすごいしっかりというかメインボーカルを本当に担当してるんだなっていうのが伝わってくるぐらい重要なパートを歌ってるよね。やっぱ一個一個のパートも長いし、みんなそうやねんけどね。うわー、まゆかちゃんのこの目線、カメラを見た時の目元がめちゃめちゃいい。このまゆかちゃん、うわー、目がちょっとね、細いんですね。それがいいです。うわー、みんなのね、踊り方めちゃめちゃいい。力強い。この手元をセンターの人に持ってくんねんけれども、結構肩をクッと力入れて手元に力を入れてこうエネルギーを真ん中に集約させてるような、ニナちゃんのところに集めてるような振り付けの踊り方してるね。うわーうわなんかほんま感動的やね今回。もうえ何周年になったっけ、にじゅうちゃんたち。もうデビューしてからすごい時間が経ったからこそ踊れる歌える楽曲だなってめっちゃ思いますこれ。の瞬間のニナちゃんの顔、いやーめっちゃいいわ。このちょっと片目を閉じてる感じ、
うわうわ、みんなが手を合わせる最後、一人ずつ手を出していって絆が見えてくるね、この振り付け。うわ、手を3人ずつ合わせて上に上げて、うわ、またシルエットで見せる、ここのね、みんなの美しさ、シンプルに終わる、この手を下ろす速度までも揃ってるのがすごいよね、にじゅうちゃんたちって。うわー、はかなー、いやー、すごー、なっちゃんねる。なんか今までで見たことないにじゅうちゃんたちの姿が見れたね。私たちが見てたあのにじプロからずいぶん月日が経ったんだなと、この楽曲を通して改めて実感させられましたね。これはタイトル曲ではないと思うんだけれど も、 もうタイトル曲に匹敵するぐらいのこの感動的な楽曲を改めてパフォーマンスで見れたことに感謝感謝感謝でございます。みんなの好きなパートとかあったらコメント欄で教えてね。